はい、こんにちは、ライムです。早速前回の続きからやっていきましょう。前回、スコールがですね、サイファーにいろいろと拷問されて、ムンバの助けもあって脱獄しようぜと、そんな感じですね。はい、脱獄さっさとして次のところに行きましょう。とりあえず上かな、上行きましょう。で、前回の段階ですでに探索等は終えたので、あと上に向かうというだけですね。早くしよう。あっちゃー、キリがないね。おい、どうすんだよ。そうだ、もう一度アームで一気に上まで行けないかしら。お、それいい考え。でも上の制御システムを動かしてもらわないとダメだぜ。それは僕に任せてよ。よし、それじゃあアームの止まってる階までゴー。あ、操作キャラ変わったわ。上に戻っちゃ意味がないと。え？お、アームだ、乗るよ。ムンバ。ペコペコ、感謝感謝。コテージ。ラグナ、おかげ、中混乱、みんな逃げるるるるる。ムンバたちも逃げんのか、これ。近道作るるる、フロア、フロア、どこ？これか。ありゃ、何の丸を押しても何も起きないこれじゃないのか。やや、なんかすごいそれっぽいとこ来たんだけどな。これ制御室だよな。外だ外だ、脱出脱出。これより先の囚人の侵入は許可されていません。強制排除します。え、ボスか。何と戦うんだ。なんか普通逃がしはせんぞ。ウィックスかこれ。やばい、あ、弱っ弱っ。スロットサンダラ、なんかやってんな。ヘイスト、何盗めんだ。ちなみに、しょぼいしょぼしょぼ。あ、弱っ。ただのエリート将校かな。弱っ。ブラザーズ、あ、力ジャンクション覚えた。これでかい。おーい、スコール聞こえるか。おーいってば。考えがあるってこれのこと？スコールたちがもう先に行ってたらどうするのよ。聞こえてるぞ。やーり、ほら大丈夫だったろ。スコール、アームの上昇許可をそこから出してくれよ。どうやって？スコール、右上に黄色いボタンがあるだろ。それを押してくれ。これか？ OK。じゃあすぐ行くから待っててね。あれ？ずいぶんゆっくりだな。ま、のんびり行きましょう。ふふ、あの調子じゃ大丈夫そうね。
待つっつったってな。あ、進んだ。めちゃめちゃ砂漠ですな。めちゃめちゃ砂漠ですな。こんなた、こんな刑務所なんだ。どうやって降りるの？嘘、私がさっき入ってきたときはちゃんと。とりあえず向こうの建物に行こう。あ、戻った。お、お、お、やばいやばい、怖い。これ、なんだ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 、やばいぞ。うわ、やばいやばい、なんだ、なんだ、潜るのか？やばい。ゴール、こっち。こっち来てって、やばいな、これ。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい。うおー、怖えー、怖えー、ゲームなのに怖い、ゲームなのにゾクゾクするわ。怖っ。あれ、ああ、なんとか無事に降りれたんだね。今のって結構危なかったよね。ああ。随分アームがゆっくりだと思ったら、先行警報が出てたんだ。とにかくここを離れよう。あたしこっちの黄色いのに乗る。じゃあ私もこっちに乗るわ。じゃあ私も女子チームと勝手に分かれたな。あ、あれあれ？さあ行こうぜ、アバイン。ドローポイントがあるぞ。なんだよ。魔女がガーデをミサイルで攻撃するんですって。アーバンが言ってたってリノが言ってたよ。俺たちにできることは可能な限り早くガーデンに戻って危険を知らせることだけだ。さあ車に戻れ。攻撃目標はバラムとトラビアのガーデンなんだよ。ミサイル発射妨害、ミサイル発射阻止。あ、動かせんのかこれ。俺はスコールの決定に従うからな。どうしたゼル。セルフィの気持ちはとってもよくわかるけど、セルフィだけの問題じゃないわね。ミサイルをなんとかするぞ作戦実行？セルフィーと作戦会議？エアロ？エアロ？あたしトラビアから転校してきたばっかりなんだよ。そういえばそういう設定だったな。だからトラビアガーデンがピンチだって聞いて黙ってるわけにはいかないのよ。だから班長、お願い。ガルバディアミサイル基地潜入作戦、メンバー決めて。簡単に言うなよ。メンバー選んでもしものことがあったら俺は。優しいじゃん。ケツを取りまーす。スコールがメンバーを決める。スコールは班長だからバラムへ戻る。この考えに反対の人は手を挙げましょう。私もどっちチームでも文句言わないからね。あんたは部外者だ。まあ言われてみれば確かに。まあシードでもなんでもないけどな。スコール、班長なんだからメンバーを決めて。全員賛成なのか。班長なんだから俺が頼んでなったわけじゃないぞ。そんな中学生みたいなこと言わないで。あ、でも 言ってもスコールも高校生だもんか、都市的に。あのさ、ターゲットは最初がトラビアで次はバラムって聞いたよ。トラビア向けのミサイルか今の。うわー、うわー、
ごめんな、トラビアのみんな。あたし、なんもできへんかった。せやけど、みんな無事におってや。また会えるやんね。今のミサイルは外れだよね。スコール班長、早くバラムに報告。報告官、誰を連れてく？スコール、頼むぜ。スコール、決断よ。スコール、よく考えてね。なんかすげえ、重圧が急に班長への、班長なんてゴリゴリだ。分かって、偉いはいいんだろ。怒ってる。めっちゃ怒ってる。で、こっちがスコール側がバラムガーデンだね。正直、誰でもいいんだよね。正直、すごい誰でもいい。というのも別にジャンクションしちゃえば誰でも一緒だからね。後から別にどっちのチームになってもジャンクションできるから、まあ、適当に女子チームかどうかで分けちゃえばいいんじゃないかなっていう気がするんだけど、どう思いますか？一人実況なのでどう思いますかっていうね。これ別にどうでもいい気がするな。どうしよっか。普通に男子と女子で分かれようかな。男子女子で分かれちゃおうかな。バラムがなんとなく男子で行こう。じゃあ、スコールいるし。で、ジャンクションしているものすべて入れ替えます。どっちがどっち先に動くのか分かんないんだよね。いや。私はミサイル基地侵入チーム。OK。絶対行くんだから。トラビアの仕返しなんだから。今のメンバーはバラムキラー、残りはミサイル基地潜入チーム。この決定でいいのか。これでいい。 OK。 ミサイルチームに女子だけってのはどうかと思うけどね。まあいいっしょ。これ今までの任務とは違う。誰の命令でも依頼でもない。セルフィー、何か作戦があるのか。いや、ないよ。この子はこのガルビア、バディア君の車に行けばなんとか基地には入れると思うんだ。なるほど。でもその後は全然わかんないから基地の中で考えるよ。それでいいかな。ごめんね。うん、ありがとう。きっと時間あんまりないよ。早くバラムガーデンで会おう。まあなんとかなるっしょ。この半決めはスコール班長、急げー。あの列車を使ってみるか。とりあえずバラムガーデンチームを動かすのかな。これ両方動かすってことかな。これおそらくね。ほら、貴様ら何をする。おい、スコール、なんか追いかけてきてるのいるぜ。ま、待て。うおー、ガルバリア魂見せてやる。お、結構やるね。でも無理しないでくれ。あー、迷惑かけてごめんね。ちょいちょい茶番入るよな。さあ、ミサイル基地へ行くよ。オッケーオッケー。セルフィー編に入ったな。で、そのミサイル基地とやらはどこだ。あ、なんかでもあれか、一回なんか前回か前々回あたりでなんか降りちゃった。近くで進むのか。これあれだね、多分向こう岸に見えるやつだ。あれだわ。ブーンブーン。ジャンクションしとこうか。こっちのパーティーに。ジャンクションしときまーす。ブラザーズがそういえば、あれか。力ジャンクション覚えたんだ。精神ジャンクションしよう、次は。よし、それでは行きましょうか。
これで突っ込めばいいのかな。えい、よし、通っていいぞ。え、ほんまに？ありがとう。中見ないんだね。特に顔を合わせるとこはないんだね。トラビアガーデンに引き続き、あ、ちゃんと着替えてる。なんやねこの臭い服、もうかゆかゆやんか。定時って何時何分何秒？何時でもいいよ。とにかく急いでミサイルの発射を阻止。これしかないじゃない。ドアがあったら入ってみる。破壊できそうなところは破壊する。最後には派手にここを爆破してめちゃくちゃにしてやるんだから。すごいね、いいね。セルフィー燃えてるわね。テロリスト感がめちゃめちゃテロリスト。では出発。いいね。なんかすごいガルバディア軍を操作することなかなかないから。うん、開かないよ。開かない、全然開かないじゃんこれ開くとこ一つもないじゃん。 ID カードどうせそんなの持ってへんよ。セルフィー落ち着いて。これが車の中にあったの、使えるかしら。カード確認、ロック解除。やった。そのカードではロック解除できません。こっちだけかな。お、うわー、いきなり誰かおるやん。どないしょどないしょ。いつも通りでええやん。静かに歩いた方がいいかな。バレへんようにコスコス行こうかな。静かに歩いた方がええかな。バタバタ走り抜けちゃうと怪しまれるかもしれないから、ここを歩いて通過しよう。3人並んで歩くって謎だよねこいつら。お、おい、お前たちちょっと待て。げ、なんや、やっぱり怪しかったんかな。通路一列に並んで歩くとは同じ感想きっとお前たちのご両親の棺がしっかりしていたのだろう。立派なご両親に感謝の気持ちを忘れてはいけないぞ。はーい突然何を言うねんこのおっさん今は限界体制であまりうろうろするなよ。この扉なんだ、ここ開かないのか。はい、それではさようならシュールだめちゃめちゃシュールだぞ。お、またか。これは？この先はランチャーリフトだ。なんだこれ。おい、勝手に触るな。この先は立ち入り禁止だ。あ、ドローポイントがあるね。アレイズ。もうそろそろ最後のランチャーもここに到着するはずなんだが、今点検中で後にしてくれ。むむ、あー、俺は忙しいんだ。何か用か。おい、お前、そういや、そろそろ変電室の点検じゃないのか。あー、もうそんな時間かよ。
今日は実写なんだから忙しくてとても無理だぜ。じゃあお前さんたち悪いけど伝言頼めねえか。ランチャーリフトで点検中のやつに後から行くから先に行っといてくれって押し付けてしまった。頼んだぜ。頼んだぞ。何これ何このお使いイベント。こいつか、さっきいた。すみません、伝令なんですけど。ん、なんだ。先に言っといてって言うてたな。変電室の点検なんですけど、整備班の人たちが手が開かないので先に行っててくれとのことです。そうか、わかった。でも俺もまだ作業は残ってるんだよな。あいつらに今すぐは無理だと伝えてくれないか。すまないが頼んだぞ。なんだこの伝言ゲーム。あっちも忙しくて無理だそうです。参ったなこりゃ。おい、どうするよ。どうするよったってお前、しょうがねえだろ。しょうがない、あんたたちに頼んでいいか。おい、それはやばいだろ。もし何かあった時に基地司令にバレたらどうすんだよ。大丈夫だよ、いつでもちゃんと動いてるか見て終わりじゃねえか。ま、こういう事態だからしょうがねえか。ま、そういうわけだ。よろしく頼む。了解。ラッキーめちゃくちゃにしてあるで。で、その変電室とやらに行けばいいんだな。変電室ってさっき通れなかったとこかな。ここかな。整備班の人たち代わりに点検するように頼まれてきました。お、そうか。じゃあ警備も交代だな。交代呼んでくるから点検頼んだぞ。よしよし、なんかドロポイント多いね。ブリザラ、俺が制御盤なんやろうけど、どないしようかな。どうすかこれ、なんか分からへんし、適当に押したれ。とりあえず 2,3 発どついてみようか。適当に押してみるか。何も来れへんな。ガンガンどついたるね。えい、近くおれんだしろ。おら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 、無駄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 、おら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 、おお、ダウンした。あれ、真っ暗になっちゃったよ。電力系統に異常発生の模様、整備部屋速やかに原因を調査せよ。誰か来るまでこの部屋出なきゃ。じゃあ次行こう。まあ成功したのかな。おい、お前ら、これはどういうことだ。あっちゃー、いらんところで出てきたな。バトルするよバトルしよう。満身創痍だけどな。ピロン、コンバイン、アンジェロ。こんなとこまでアンジェロちゃんと来てくれる。いけ、アンジェロ、強っ強っ強っ。無茶な使い方するな。しかし、
もう関係ないんだ、ここはもう脱いちゃうんだ。これまだ今の倒しただけなら全然大丈夫だと思うんだけどな。お、準備完了しました。こちらも準備完了しました。これが士官有志着艦のトラブルあったが、このまま作戦を続行する。当初の予定からは遅れたが、今から発射の最終ステップに入れ。了解。こちら管制室、各員に次ぐ現時刻をもってミサイル発射の最終ステップに入る。各員は直ちに所定の配置につき、ミサイル発射の最終態勢に入れ。以上。うわ、止めに来たぜ。来たな。貴様らよくも作戦の妨害を。ちょっと派手にやりすぎたかな。でも反省してもしゃあないもんね。もうちょっとうまくやることもできたってことだね。へへーんだ。あんたたちの作戦なんてめちゃくちゃにしてやるんだから。俺はだから、僕は選択肢は多分ね、ことごとくミスったな。ちょっともうちょっと、これ以上貴様らの好きにはさせんぞ。もうちょっと穏便にやればよ。青魔法メーザーアイスロットウルケア。あ、三段が出た。グーハー。まあ一撃だろうな、さすがに。隊長、よくも俺の部下を。弱っ。何ドローできるんだろう。コンヒュスロー、リフレク、リフレクストックしとこうかな。リフレクはストックしとこう。ちょっとリフレク、おう、空きがない。スロー、コンヒュ、サンダー、空きがねえ。セルフィーだけ普通に殴るか。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。マジか。さーてと、ミサイルの発射を止めて基地ぶっ飛ばして逃げよう。ここが管制室みたいだね。ミサイルの発射止められるんじゃない。じゃあ手分けして調べてみましょう。俺だ、早っ。こうしてこうしてと、これを分かるんだ。よし、終わり。よし、あとは自爆装置を探すだけ。自爆装置なんかあるのか。これじゃないみたいだ。これか。こうやって。あれ、時間決めないとダメなの。まあそりゃそうだろうね。どうしようか。30分にしておく。なんとなく、こうやって自爆装置作動。30分後に基地を爆破する。全員速やかに基地外脱出せよ。繰り返す。よし、早くここから逃げよう。すごいな、めちゃめちゃうまくいってるな。こんな小娘たちに鎮圧されるミサイル発射基地もどうなのかと思うけど。
何するんだろう。こいつがまたミサイル発射したら終わり、それでおしまいなんだが、ククこのままでは終わらせんわ。あ、生き絶えた、生き絶えたのか知んないけど、もうこれ、お、何、今のガクンってのなんだよ。ちょっと待った、このまま外に出ても意味がない。きっとミサイルのターゲットとか決めるコントロールパネルみたいなのがあるはずだよ。それ操作しないとミサイルが飛んじゃうよね。もう時間ないかもしれないけど戻らなくちゃ。もうちょっと頑張ろう。ポンパね。おら、お前らミサイルを止めることができんぞ。管制室は非常用のシャッターがすでに降りてしまって入れなくなっているからな。それよりも早く逃げろ、お前たちを巻き込まれるぞ。ミサイルが発射されるのが分かってるのにほっとくなんてできるわけないよ。そんなことできないよ。お、それはなぜだ。みんなのためだよ。私は友達を守るの。私はシードとして任務を達成するの。そうか、あんた立派だな。じゃあ最後にあんたの役に立ってやるよ。そこのコントロールパネルでミサイルの到達座標を操作できる。え、これで俺の ID カードを使ってログインすれば操作可能だ。この作戦用パスワードは EDEA か、これ EDEA EDEA。 あとは任せたぞ。 ID カードを手に入れた。おっさん、EDEA、 認識番号 XP225W、 接続を許可します。システム起動中。ログインシステムチェック ID OK、 チェックオールシステム OK、 Welcome to HTMSWelcome to Ladies and Gentlemen, Boys and Girls。 目標設定、セットターゲット、あ、ダメってこと。セット、着弾誤差修正、データアップロード、方向キー右で誤差増大。いや、誤差マックスにすればいいんだね。無駄に時間かかる仕様になってる。誤差をマックスにしよう。はい、誤差 75% になってるのかな。これでセットターゲットができなかったから、でこれデータ送信、イエス。ここで時間食わせる作戦か。これミサイル3発ってことかな。OK、 行く一遍装備確認。バルバリア陸軍ミサイルランチャー、シミュレーション、おう、おう、バラムだ。めちゃめちゃ当たるじゃんめちゃめちゃ当たってんじゃんめちゃめちゃ当たってっか、めちゃめちゃ当たってんだよな。このターゲット変えられないのかな。セットターゲット
無理なんだね。誤差を信じるしかないってことか。オッケー、これしかない。さあ、あとは逃げるだけか。当たらなかったらゴミ。当たらなかったらゴミ。当たったらゴミ。みんな逃げてくね。結構いたじゃん。こんなに兵士いたのか。そんなに兵士いたならセルフィーとか止められたと思うんだが。逃げろー、おーおーおー、発射されたね。結構発射するね。外れてくれること。おっと、分隊長、お前らを生かしておくわけにはいかんのだ。このままではイリア様に申し訳が立たん。イリア様は厳しいお方だからな。おい、やろうど、準備はできたか。あいあいさ、あいあいさ、よし行くぞ。いたね、こんなボスね。これ殴ってくと機械がぶっ壊れてくやつでしょ。何に盗むの？これなんだろう。やばい、結構強い。ストップ。ストップはもらっとこうかな。ストップはもらいたいよな。あ、あれだ。これ回復するやつ。フルケアが引ければあった。ちょっとストップ。あー、でもよくよく考えたら、あと、うわ、フルケア強え。まあ、30分余裕持ってやったから余裕だね。ポーション別にいらんかったわ。これ全部ぶっ壊して感じだね。これすごいね。セルフィーの女子の力で簡単に壊れてしまうという。めちゃめちゃセルフィーの殴ってると軽いけどね。今までこれはならないだろ。隊長逃げましょうよ。こいつを敵にぶんどられちゃまずいんだよ。ああ、なるほどね。確かに。お、終わった。よし、リノアも攻撃に参戦しよう。全然攻撃重い感じないよね。OKOK。 あと2つ。こうなったらリミッター外して攻撃だ。アイアイサービームキャノン。オッケーオッケー、全然余裕。コントロールできなくなりました。なーぬー。おー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 おお。
終わりか。出てきた出てきた、めちゃめちゃ焼けてる。あっちちちちちちちくそ、あの程度のオーバーヒートするとは。隊長どうするんですか。あのままじゃ動きませんよ。こいつら倒してから修理するんだ。弱っ弱っ。弱っ。まあ30分余裕持ってよかった。全然あと16分あるわ。ボロボロっすね。あら出られねえぞ。閉じ込められてしもた。あとはスコルたち何とかしてくれるやんね。ああ全部終わってしまうんや。死んじゃうのは嫌だよ。もっといろいろ楽しみたいよ。スコールどうして私を選んだのかな。こうなること予想してて選んだのかな。みんな何言うてんね。スコールがみんな選んだんは信じてくれたからやねんで。絶対絶対そうやわ。私らやったらやれる。備え考えてこのチームにしたんよ。そうやんね、スコール。うわ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 。まだ16分ぐらい時間あって。やったぜ、無事だぜ。セルフィーたちうまくやってくれたんだな。いや、ミサイルはこれからかも。早くシド学園長に知らせよう。そこで。ガーデン教師急げ急げ。避難始まってるのか。シド学園長を探し出せ。見つけたらバトルで始末しても構わん。どうしたどうした。行け、シド学園長を捕まえろ。何事。学園長。何が起こってんだ。学園内にケダチクがいる。何が起こってるんだ。マスター派か学園長派か。なんだって。どうした。マスター派か学園長派かと聞いている。意味が分かりません。マスターのノーグ様に忠誠を誓うか。んー、よく分かんないけど誓っとくか。はい、忠誠を誓います。俺たちはマスター派です。よし、急いでシド学園長を探し出せ。一部の生徒が妨害しているが、バトルで倒しても構わん。何が起こってんだ、この大変な時に。お、雷神風神いるぞ。お、帰ってきたか。どうなってんだこれ。最初はシード狩りとか言ってたもんよ。今ガーデンが学園長派とマスター派に置かれて戦ってるもんよ。原因不明、困惑。空気インとしちゃ泣きたくなるぜよ。今までの苦労が無駄無駄だかんな。シード狩りってなんだ。シード学園長無事なのか。俺たちは何も知らねえもんよ。俺たちシード学園長に報告することがあるんだ。
ここは危険だ。ミサイルが飛んでくるかもしれない。さっさと逃げ出すもんよ。おう一人で逃げちゃ卑怯だもんよ。みんなに知らせるかんな。戦ってる場合じゃないもんよ。俺たちはシドが県庁を探す。注意、各施設ともに戦闘が激しいもんよ。マスター派のシード狩りにも気をつけるもんよ。おいお前らは学園長とマスターどっちにつくんだ。俺たちはどっちでもないもんよ。俺たちはサイファー派だもんよ。出た。サイファー派ね。サイファー魔女派だぞ。お前たちいいのか。そうだね、まさにミサイル撃とうとしてる側だからね。とりあえず市と学園長か。どこにいるんだろうな。こんなにみんな探してて出会えないってことはよほどなとこに隠れてるんだろうけど。バラムガーデンで行ってないとこなんかあったっけな。ここは完全に制圧した。他に回れ。もうマスター派の振りはやめだな。貴様学園長派か。お、すごい、この教官と戦うことになるのか。貴様ら学園長に味方しているな。あ、逃げた。やばい、ジャンクションしてなかった。くぅ、ジャンクションしてなかったぜ。勝てるかな。さすがに勝てるか。ケダチクだもんな。OK。 部屋に帰ってこれた。まあ、そんなところで今回のここまでで終わりたいと思います。次回はシド学園長を探し出しましょう。それでは次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。